はい、速稼塾の久保です。今日7月10日11時9分で見てますけども、もう利確の後ですが、朝の相場解説で、まあ今日はね売りだというふうなことを申し上げてさらっとやって終わったんですけども、もう一回ちょっと復活しましょうか。言い方、あとこれトリプルトップってわけじゃないんですけども、ここの3つの形よく覚えてるんですよね。それから安値切り下げを私は予期して、プラス移動平均線がね、あ出てないですね、移動平均線がそれぞれ3本とも下に向かっていたんで、エントリーして107円切るあたりということで、今日はねビッタシ107円000で、こうね利確ライン作ってたんですけども、危なかったですね。ギリギリここで利確して終わりました、というところで取れてはいたんですけども、今日はシンプルにね相場解説したんで、第二仮説も立てませんでしたしね、それから余計な理屈もつけずに、もうこれ売りですよって言って終わったんで相乗りした方がね今教えてくれたんですけども、売って利益取れましたというふうにね、ということでございます。やっぱりねこうあんまりグダグダ言わずに感じたままにさっさっさっということで、理屈はまあ最小限にした方がいいですね、と思いましたね。移動平均線今消えてるわけですけども、移動平均線まあでも私も基本に立ち返ってね、移動平均線なしでこのチャートパターンだけでやってもいいんじゃないかなと思うようになってきましたね。移動平均線に惑わされることが今年は何度かあったんで、あまりいい印象を持ってません、ということで今日は気持ちよく利確できたのと、まあ下方にねまだ下の方にねまだまだ向かっていくんではないかなという気がします。わかんないですけどね。ただ私思うのに、これね107円を割って106円の後半ぐらいでしばらくボックスを作るんじゃないかなって気がするんですけどもね、まあわかりませんけどね、とりあえず今日の午前中は名誉挽回ということでご容赦ください。では